日向坂46佐々木美玲、上白石萌音を素敵な女性と思ったきっかけとは、惹かれましたね。12月8日放送の東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息に、日向坂46の佐々木美玲が出演。音楽番組の舞台裏での上白石萌音とのエピソードを明かした。番組内で、12月17日に24歳の誕生日を迎えると切り出した佐々木は、理想の24歳像、そして、余裕がある女性。やっぱりこれが一番、時間にもそうですし、何事も急いでない。すべて。急がずゆったり生活して、私、結婚や出るときギリギリになってバタバタしちゃうんです。そういうのもしない、あとはなんだろうな、ありがとう、とんでもない、っていう人、などとトーク。バル、続けて、初めて言うかもしれないんですけど、音楽番組で上白石萌音さんと一緒になったことがあって、その時に、ぶつかりそうになったか、先に、どうぞ、ってやっていただいたかわかんないんですけど、すみません、って言ったら、萌音さんが、とんでもない、って、すごいしっとりした声をかけてくださった時に、ああこれが素敵な女性だー、って思って、憧れてます。すごいハッピーを振りまいてくださる素敵な雰囲気に惹かれましたね。だから、ああいう女性になりたいなと思います、と話していた。